人、物、金をテキサスへ CCIM のルークですトランプ前大統領が11月の大統領選挙で党候補者指名を争う日記ヘイリー元国連大使への警戒を強めています支持率が上向くヘイリーが一部の州でトランプに迫っているためです共和党の党・ 候補者指名を争う初戦となるアイオワ州の党員集会まであと4日トランプ前大統領は FOX ニュースがアイオワ州で主催したタウンホールに出席しヘイリーとデサンティスが参加した他の候補の討論会には今回も出ませんでした。トランプは司会者者から候補,者し候補者選びの 2戦目となるニュー・ハンプシャー州で一部メディアの調査でヘイリーとの差が一桁台になっていることを質問しましたこれに対してトランプは別に心配していない勝つと思うと受け流しましたヘイリーはトランプ前政権時代に債務が8兆ドルまあ日本円で約 1160兆円増えて借金を背負わされた子供たちはそのことを決して許さないだろうとし第してきましたこれに対してトランプは新型コロナウイルスの感染拡大を上げ資金を注入しなければ見たこともないような強行に陥っていただろうと釈明しました トランプは2022年11月に出馬表明後ヘイリーをバードブレイン間抜けなどと批判する場面もありましたがデサンティスフロイダ州知事を非難してきていたのに比べて個人攻撃を抑えていましたトランプが指名を獲得すればヘイリーを副大統領候補に起用する との憶測は消えませんリアル・クリアル・ポリティカルによると世論調査の平均比率,率の集計でトランプは 62.1%2 位のヘイリーは 11.4%3 位のデサンティスは11%でトランプと50ポイント以上差があります。 それでも足元でヘイリーが支持率を伸ばしデサンティスをしのぐ勢いを見せるとトランプは徐々に被害へと、えっと、を切ってきました年明けには前政権が建設を進めた国境の壁に反対し強力な国境政策を非難したと指摘しました。 性的であるバイデン大統領を支える民主党支持者から献金を受けたと挙げつられましたヘイリーの強みはトランプの弱点とされる無党派層からの支持ですリアルクリアポリティクスの集計ではバイデンと一騎打ちになった場合ヘイリーであったら三点三ポイント リード。トランプとバイデンだったらトランプが一点二ポイントリードということで、ヘイリーの方がまあ有利な状況になっています。資金勢は無党派層の比率がアメリカ本土で最も高いニューハンプシャー州の行方です。各候補の勢いを見定める。 バロメータータと言い続けられますニューハンプシャー州でトランプが苦戦すれば民主党候補と戦う本選で政権を奪還できるかとの疑問符がつきかねませんリアル・クリア・ポリティクスのニューハンプシャーでのトランプの支持率は43%。 ヘイリーは29.3%そして12%で再位につけていたのがクリス・クリスティ前ニュージャージー州知事です彼は1月10日ニューハンプシャー州で支持者を前に共和党の候補者指名争いから、えー、撤退するということを表明し反トランプ票を 休できれれば接戦に持ち込ままる可能性もありますリアル・クリア・ポリティクスによるとデサンティスが重点的に選挙戦を展開してきたアイオワ州でもヘイリーが支持率を逆転しました体調傾向に歯止,めがかけない歯止めをかけたいデサンティスにとってアイオワ州は正念場となるでしょう。 いよいよ本格本格化する大統領の候補者選びこれからワクワクの連続です以上テキサスのルークでしたチャンネル登録よろしくお願いします